仕事が一つ行き詰まると、うん、未来が全部消えたような感覚になる。星野さん、この番組をどうしたいんですか？いや違うんですよ。佐久間さんから一行日記でとにかく自分のなんかまあ特にまあ悩みとか、まあ、他で喋らないですよね、星野さんが今のことは。そうなんですよ、あんまりやっぱ暗い話そもそもない方が楽しいから。ラジオでも一人のラジオだと言いにくくないですか、相方いないと。突っ込んでくれる人いないんですよ。暗すぎるよって言ってくれる人がいないと。そうなんですよ。